want to express my heartfelt thanks to the many sponsors, our sponsors and supporting organizations. 皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました在香港日本国総領事の岡田でございます。1番中谷ヤオさん、現在新幹線を活用すれば中さんお願いします。皆様こんにちは、エイネンと申します。僕は鉄道アカルです。そうしたらフロントの人が私にどうしましょうどうしましょう、補正のメーカーの視点からですね、香港男性と日本男性とこうですか、まだやれていないという状況に気づきました。それで私は自分のと自分の可能性をあまり自分のおととしネットで知り合った友人に勧められて正式に日本語を勉強し始めました。ボランティアをしていて一番楽しいことっていうのはいろんな人に出会えることだと思います。私は彼と一緒に対決しているときは、私は彼の目になって。あの日はね、月がとても綺麗なんだけど、怖いんです。私は戦車、日中の戦車からインスピレーションを得ました。私のためにイラストを撮ってくれる、しかも娘さん連れてくるなんて。それこそ、コロナが出そうになってれば、たくさんあるときです。小学校の1年生のときは、授業に目立っても理由だと思っていました。そういうのあったら教えてくれますでしょうか。漫画を読んだりするためなら3年ぐらいの学習で十分でしょう。私は将来声優になりたいという話をしてくださって、これを読むと私の日本人の文通相手を思い出します。日本人の思い出と香港の方の思い出にもしこう似てる違うっていうのがあったら教えてください。皆様、心という漢字をご存知ですか。私は昔から知らない人と会話するのが怖いと思っていました。日本の挨拶を詳しく分析する前に、そもそも挨拶とは何なんでしょうか。あなたは先生、助けてください。先生と言って、実は日本語っていうのがどういったきっかけで学びに行ったり、学び始めたのか少ししたいです。では、なぜ親たちの態度は変わってしまうのでしょうか。初めて香港のスピードコンテストを見せていただいて、感動しました。アニメ、ね、アニメのキャラクターが話すようなそういう感じで話しかけてくれる。右のものは2023年度第46回香港日本語スピーチコンテストにおいて優勝されましたので、これを報します。大香港日本語総領事岡田健一、おめでとうございます。